昨日の合コンありがとね。あんまりお酒飲んでなかったけど、ちゃんと楽しめたかな。こちらこそありがとうございました。お酒あんまり得意ではないので。さなえちゃんって呼んでもいい？さなえちゃん、4人の中で一番可愛かったな。もう呼んでますね。そんなことないです。今日夜少し空いてたりする？軽くドライブでもしようよ。1時間くらい。そうですね。1時間くらいならいいですよ。そして次の日。昨日のドライブ楽しかったね。1時間あっという間すぎて。つら。朝早いですね。ありがとうございました。また会える？会えるとき、また私から連絡しますね。今日はダメ。1時間だけじゃ全然足りないから、もっと一緒にいたい。さなえちゃんと会ったよ。いんで、昨日寝れなかったんだよね。昨日送った家で会ってるよね。いつでも出れるから連絡して。ていより、今から行っちゃおっかな。用事があるので今日はすいません。空いてる日分かったら連絡します。こんな朝早くから用事？その用事の前に少し会おうよ。今から向かうね。いや、ごめんなさい。来ても会えません。ごめん。寝ちゃって遅くなっちゃった。着いたよ。出てこれる？え、だから、無理ですって。やめてください。家にいるよね。出てきてよ。少しだけはなそうよ。なんで出てこれないの？昨日はなして滝になってる人って、俺のことでしょ？だから会いに来たのに。あ、恥ずかしくて出てこれないのか。俺もさなえちゃんのこと好きだから大丈夫だよ。おーい。やめてください。お願いします。私の気になる人だって、昨日も言いましたけど、合コンのメンバーではありません。これ以上いるなら警察呼びます。そんな恥ずかしがらなくていいのに。とりあえずもう少しこの辺で待つから、心の準備できたら出てきておいで。1時間経ったけど、心の準備できた？付き合った後のこととか将来のこと話し合いたいから早く来てほしいな。何してるの？支度中？女の子の準備って時間かかるもんね。待ってるよ。鳴り止まぬ通知音や着信に恐怖を感じた私は、近所の目もあるので警察ではなく友達を通じて昨日の合コンメンバーの男性に助けを求めました。しばらく経つと友達が呼んでくれた男性がやってきて、数十分間話した後、なんとか帰っていきました。それから彼からの連絡はなくなりましたが、しばらくは周りに気をつける生活になりそうです。続く。